綺麗なお部屋だね。うん、最近ねグッズが増えたじゃない、うん、いろいろ収納場所がなくなってきたでしょ。うん、だからむーちゃんのこのおべ綺麗なね、むーちゃんの可愛い可愛いお部屋をお片付けしたいと思います。むーちゃんは今日ちょっとご予定があるんだよね。うん、ということでお母さんがお掃除していいんでしょ。うん、可愛いんだよねむーちゃん。棚がないから、このニーニーが小学生の時に買ったさかなクンの回転寿司とむーちゃんの飴でバター飴の箱をねこう飾る棚にしてんの、可愛くない？可愛い。ここもね綺麗に新しくね設置していきたいと思います。もうねこの棚はねとりあえず買ったので、これも使っていきたいと思います。もうすでになんかつけてある。掃除しますって言ってから手をつけず2日経ちました。ちょっと忙しかったんだよね、いろいろね。だからね今からやっていきたいと、今はむーちゃんいるから、あ逃げようかな。てかまずここを一回どかしてね、全部そうで、そこのあのぬいぐるみの棚をここに乗っけようね。頑張ろう。お母さんがここを担当して、まーちゃんはクローゼットのお洋服の片付けをして、そこにランドセルとかをしまえるようにしていきます。これ大変だぜ。え、これ久しぶりに見たんだけど。久しぶりに見た。バッチ、なんでランス君のここにいるんだよ。懐かしい。これ懐かしい。2年前。今棚を乗っけたのであります。今並べてきたね。うん、このぬいぐるみね、また後でね。じゃあお母さんご飯も用意してくるからやっていてね。やっといてよ。にくい。頼んだよ。頑張れ。まあ、あとちょっとだよ。頑張って。あとちょっとですね。さてさて、綺麗になったのかどうか見ていきたいと思います。綺麗になったのかな。3、2、1、じゃじゃーん。綺麗になってるじゃん。でさ、なんとなく紹介していこうよ。あの辺は反射で映っちゃうから、辛口グッズですね。で、隙間開けてあるじゃん。絶対今後物が増えるんだろうなと思って。昔にあの辺は色紙と一番大事なやつね。久しぶりに見た鏡と、この間買ったグッズね。あー懐かしい。あれね、まんじゅう美味しかった。カラフードピーチだっけ、極楽湯コラボのやつね。懐かしい。なんかこれはラウンドワンでしょ。今度はしまっときな。懐かしい。そんなに物入ってないんだ、極楽湯のやつね。あー、それでね、薬屋のお母さんね、しまって。もうここはお母さんが勝手にしまったんだけど、お店開けるぐらい。一つ乱入。うん、この辺はね、だね。いろいろ。色紙はこれは1パック買ったので、全員揃ってますね。いやー。一個ね、お母さんが間違えてそれ使ってしまったので。うん、メモとどっちか全然開けてないでしょ。こっちは開けてないのがあるので、むーちゃんの部屋に来たら開けれます。いらっしゃい。開けないです。むーちゃんの部屋に来たら先着何名様かで開けれますよ。開けれません。あ、そう。え、これないじゃん。いるよ、ここに。こっちはね取っとくやつね。うん、はい。
で、あとはここは自由帳、こうやつね。では何、ガチャガチャ、ガチャね。これはこの間のか取れちゃったやつね。でこれと懐かしのファミリーマートのコラボのやつですね。これが一番懐かしくない？そう、懐かしいね、可愛いよね。この辺とかあれじゃない、最近好きになった方は買えなかったんじゃないかな、買えなかった、もらえなかったんじゃないか。可愛いじゃん、いろんなじゃパパ、じゃパパさん書いたやつ。でこの辺はクリアファイルとか、あのあれだね、カフェに行ったやつとか、時代だもん、ね、ラウンドワンのやつとかも入ってます。ポーチ何が入っちゃうの？ポーチいろいろ。ああ、ラウンドワンのやつか。うん、保管バッジとか、うん、キーホルダー、すっげーポーチだらけ。ここはわーお、なんこれ、なんのポーチ？いろいろロゴとラウンドワンと独学油ととかのやつね。ファミマ全部からピチなの？うん。ああ、懐かしいね。貴重だよ、ルナちゃん。ルナちゃんが活動休止になっちゃうからね。うん。ルナちゃん。缶バッジだってさ。これ何も入ってない。うん。かわいいね。お母さんから来たやつか。はい。これは？なんだこれ？キーホルダー。で。あー、ちゃんと入れたんだこれ、汚れないように。うん、ここはだいたいカラピチコーナーですね。だってほら、これなんてお店だよ、お店、店だよこれ。ほら、開けてある店なんて初めて聞いたよ。ここの間開封したやつね。うん、はいはい、これね、懐かしいね、これね。懐かしい、うん、かわいいよね、これ。セミナゾイタステンさんだけど、黄色がかってるように見えるんだよ。そうだね、あ、まあ、この間も一緒だね。で、ハバシで、この間があったやつ、しおりセット、このボックスね。で、ここにも何か入ってんでしょ。はい、もう詰まってます。夢と希望、夢と希望、欲しい方いますか？ダメです。あら、プチグッズですね。この箱かわいいよね。かわいい、うん、使いやすい。目上もよいしょ。あら、プチですか？なんとなく紹介してください。これがボックスで、これもボックス。あー、これあれね、これさ、うん、むーちゃんのひな様にさ、一緒に並べてさ、写真撮ろう。かわいいじゃん。かわいい。えべ。はい。缶バッジね。これはなんだっけ、ワンダーランドのやつか。うん。ここ何入ってるの？呪術廻戦。呪術廻戦か。お友達にあげるんでしょ。うん。で、これはイオンのやつかな。イオン。で、これはいただいたやつね。イオン。この辺は前と変わってないんだよね。うん、ヒロノクさんコーナーそのまま映した感じね。うん、で、これはね、この間買ったやつが。スーピー。うん、ありますね。時計はね、時間が合ってないです。電池が切れちゃいました。はい。いろいろだ。カラピチ。夢が詰まってる、いろんなとこにあるね。たくさん夢があります。ワイムワンダーランド、もう全部カラプチね。うん、わーお、なんかいろんなとこにあるな。うん、あ、引っ張って引っ張って、そこは何が入ってんの？お休みするやつ。 あれか、一番くじのやつか。野々木さん来なかったやつね。動画上がってるんで見てください。見事にどのくさんは来てません。あのオンラインの方ね、どのくさん来てませんよね。えい。見せ方もすげー雑。ここはプロセカとか。うん。Mちゃんが斜めだ。これはあれですね。マッシュのやつね。一番くじの。
ちょっとこれ顔映っちゃうから。もうここはもう、あ、もうごちゃごちゃ。はい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 、あの辺は初音ミクちゃんとかがいます。おぶんぐさん、でここ新しく。新しい推しのフィンくん、フィンくんコーナー、フィンくんグッズも密かに増えてますね。いろいろ集めたね。まあかわいい。ここもマッシュルとか、あ、これね、エペックスやるやる高いやつね。でこうブングさん、ここもブングさんとかもいろいろぐちゃぐちゃペンとか入ってますね。ちょっとここと、あ、ホビーかっこいい。ここと、ここはちょっと学校のものが入ってますね。はい、ぬいぐるみコーナーですね。こやとおぶんぐさんね。ここはいろいろ、いろいろ。で、ここからピチコーナーとかも。何が入ってる？クッションとタオルと、これもちこ、あれか、ごくろくりと、あれね、なんかすげえ飲みてる、マンダラとね、で、ここもかわいいね。ここほぼほぼクレーンゲームのやつですね。ここはおぶんぐさんとこれ、おはよう&おやすみぬいぐるみセット、かわいいね。一番くじのこれだけあげてない。で、ここはナムさんとマックとマッシュルの漫画とクッションと、ここはマッシュルのグッズですね。マッシュルグッズ、鉛筆削りとカラピチの、ちょっと切ったねスリッパね。で、この辺はまあカラピチの、この間これかわいいよね、かわいいファッション使ったやつ、バッグが入ってます、かかってます。で、こっちはほぼほぼ変わってないですね。このパズルも飾りたいんだけど、あの壁にかけたいんだけどね、いずれ考えておきますわ。懐かしいな、これすら去年のだもんね。ね、まあカラピチのいろんなものが入ってますわ。この辺は全然変わってないです。懐かしい、これ BTS。 やっぱり多いのはカラピチだね。だってこれとかめっちゃ懐かしくない？タラツーさんの極楽よ。この辺とかもぐちゃぐちゃね。引っかかってる。どうやって入れるの？ハンドクリームとかって腐んないのかね。これも結構コメントで聞かれるんだけど、買ったのは結構前なの、多分持ってないかもしれないです。去年じゃない、去年の1月かその前の12月ぐらいに買ったので、もう多分売ってないと思います。どっかに売ってるかもしれないけどね、フリマアプリとかに売ってるかもしれないけど、アニメイトでは多分売ってないと思います。あ、なおこちゃんかわいい。なんか今年あれだよね、ガチャとかなおきりさんよく来るよね。去年はゆあんくんだったけど、今年はなおきりさんとひろくんかな、わかんない、もしかしたらゆあんくんがまた戻ってくるかもしれないね。まあ、とりあえずどの草運はないよね、うちら、私たちあんまないよね、推し運がないんだよ。推し運がある方分けてください、コメントでパワーをください。すげえ数、かわいいじゃん、おきりさん。今日はね、むーちゃんの汚かったお部屋をお掃除して、足の踏み場ができるぐらい綺麗になりました。もういろんなものがあって、使ってないやつもあるからね、てか開けてないやつあるよね、あのかぶっちゃってるやつとか、絶対欲しい人いるよきっとね。あの現地でね、なんかあった時とかは交換とかするけどね、郵送ではこうなってない。なんか会える機会があって交換してくださいっていう時は交換するので声かけてくださいで、顔出ししてないから分かんないと思うけど、はい、このね、綺麗な状態をキープしてください。あ、ちなみにむーちゃんとニーニー、うちは学習机を買ってないので、いや、もういらないでしょう。なぜ買ってないかというと、まず物置になるじゃん。プラス、あの低学年の時ってリビングでお勉強することが多いじゃん、ママパパと一緒に。プラス、あの学習机って大人になるといらないじゃん、処分にめちゃくちゃ困るわけですよ、あれ。でもむっちゃんこたつがあるからいいじゃん、寒くないじゃん。
お、そういうほどお勉強はしてないのでいらないと思います。絵の勉強はしてます。はい、じゃあこの状態をキープするように頑張ってください。はい、こちらの動画もしよろしければよろしくお願いします。あそばチャンネルでした。すごい数、もうなんかどぬくさんばっかり。